こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。今日も見てくださってありがとうございます。2020年3月末に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。これまで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から皆さんに少しずつご紹介していきますね。今日はバナナブレッドを作っていきます。初心者の方でも簡単に作れるパンですので、楽しく一緒に作っていきましょう。では材料の説明をしていきます。強力粉 300g、 私はイーグルを使っています。バナナ、皮を剥いた状態で 140g、 こちらはカードで細かくカットしてください。インスタントドライイースト 4g、 塩 5.5g、 イーストと塩はしっかり測ってくださいね。砂糖 38g、 上白糖でもグラニュー糖でもきび糖でも OK です。そちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜていきましょう。ふっくり混ざりましたら、牛乳 105g、 卵 20g を入れていきます。バナナの熟し具合とかバナナの水分でね、随分生地の様子が変わってきてしまいますので、牛乳を大さじ1ぐらい残しておいて、まず混ぜていきましょう。で、混ぜてみて生地の状態がまだ固いようだったら、少しずつ牛乳を加えていくようにしてください。これね、多くしちゃうととんでもないことになっちゃいますのでね。はい、ある程度粉気がなくなりましたら台に出していきます。いつもはね、粉気が完全になくなるまでボウルの中で混ぜてもらうんですけれども、今日はバナナが入っているので混ぜにくいので、テーブルの上でしっかり混ぜていきましょう。ちょっと見てください。私の生地かなりベタついてるの分かりますか？もうね、水分そのまま入れちゃったんですよ。で、結構今回ね、熟したバナナを使ったので、あ、ちょっとベタつくかなと思ったんですけども、そのままやってしまいましたらね、案の定やっぱりベタついてますね。じゃ、叩いていきます。両手で持ってしっかり叩いていきましょう。私のレッスンをね、受けてくれてる人はね、このくらいの生地大丈夫なんですけれども、おそらく違う方はこの生地だともう扱えないと思うので、この前に言いましたように、大さじ1のね、牛乳減らして調整しながら足していってくださいね。はい、角度を変えてみていただきます。しっかり叩きましょう。落とした後、自分の方にね、少し引っ張ります。そうすることによってグルテン強化されますので、しっかり叩いていきましょう。多少ね、水分が多くってもしっかり叩いてあげるとね、グルテンしっかりつながりますのでね、しっかり叩いていきますよ。で、この生地いつまで経っても伸びいいですね。水分多いのでね、いつもはね、生地が伸びたくなったらグルテンをチェックしましょうって言うんですけどね、この生地だと言えないですよね。はい、表面きれいになったらこれ引っ張っていきます。すぐ切れないようだったら OK です。この後バター 20g 入れていきます。まず細かくカットしましょう。細かくカットすることでバターが生地に混ざりやすくなります。そうそう、あのバターはね、使う直前まで冷蔵庫に入れておいてくださいね。はい、生地の上に乗せて茶巾状に包んであげたら、手のひら使って大きく押して戻すをしてください。で、こちょまかこちょまかね、あの伸ばしてるだけだと生地量に対してバターの量が少ないので混ぜムラになりますので、大きく広げてくださいね。バターが完全に混ざればこね上がりになります。ベタついてますね。大変でしたね。大丈夫ですか？動画を見ながら作ってくれてる人はこの生地よりも硬いことを祈っています。では打ち粉をして丸めて一次発酵していきます。打ち粉はいつもよりも多めに使ってください。はい、横からくるくる巻いていきますよ。結構ベタつきますよね。何回かやって生地の表面がピンと張りましたら、2つ折りにして生地をしっかり締めてあげましょう。生地を張らせることがとっても大切です。ボウルに生地を入れてラップをしましたら、一次発酵です。30度で40分です。だいたい生地が2倍ぐらいになれば発酵完了だと思っててください。はい、40分経ちました。かなり膨らんでますよね。2倍ぐらい膨らんでいます。じゃあフィンガーテストしていきましょう。ベタつく生地なので、ちょっとね、お粉をしてもらってフィンガーテストをしたら、パンチをしてガスを抜いていきます。カードの丸い方を使って生地を出していきましょう。今回大変ですよ。 30g 20分割です。1個 3g ぐらいずつ多くしちゃうと最後の1個足りなくなりますのでね、なるべくぴったり測るようにしてください。
はい、私も上手に測れてませんね。そして生地もベタつきますね。生地に扱いにくかったら打ち粉を上手に使ってくださいね。指先に打ち粉つけてあげるとパン生地がつきにくいです。8倍速でねお送りしてますが時間かかりますね。大変ですよやっと終わりです。大変ですよ、20個も分割すんの。ちゃんとね数あるか数えましょう。足りないとちょっと悲しいのでね。で最後余った生地は細かくカットして、もうここはね適当に分けちゃいましょうか。もう測らなくていいですよ。分けましたら1個ずつ丸めてベンチタイム取ります。ゆるく丸めてくださいね。これもねまた20個やるの大変ですがね、頑張りましょう。美味しいパンを作るために頑張って丸めていきましょう。綺麗じゃなくてもいいですのでね、カットした断面が外側に見えてなければ OK ですのでね、形はあんまり気にしなくて OK です。そしたらこちら乾燥しないようにふんわりラップをかけて10分ベンチタイムを取ります。その間に型にクッキングシートを敷いていきます。今回アイリス大山さんのコンベクションオーブントースターを使って焼いていくんですけども、そこの天板を型として使っていきます。お持ちでない人がほとんどだと思いますので、ご自分の天板にオーブンシートを敷いていただければ OK です。ミキシングの時に使ったバナナの他にパン生地に包むバナナも用意していきましょう。バナナの皮を剥いてあげましたら包みやすい大きさにカットしていきます。1センチ角ぐらいにカットしてもらうといいです。チョコレート 30g、 こちらも1センチぐらいの大きさにカットしておきましょう。はい、では10分経ちましたので成形していきます。両面に打ち粉をつけてあげましょう。ベタつきますのでね。そしたらねバナナとチョコ乗せてあげて包んでいきます。具をね押してあげるとね包みやすいですよ、下の方にね。はい、閉じ目をしっかり閉じたら OK です。同じようにやっていきましょうか。はい、今度はチョコだけです。いろんな組み合わせしていきましょうか。そうすると面白いですもんね。はい、ベタつくようだったらねテーブルに置いて包んでもらってもいいです。さてじゃあこれどうしましょうかね。はい、これはバナナだけにしてみます。ちょっとねバナナを大きくカットしすぎちゃって包みにくいです。具を入れるね量とかそんなに気にしなくてもいいですのでね、均等じゃなくてもいいです。お家で食べるものですからね、楽しんで作っていきましょう。そうそう、あの女性はフルーツ好きだって言うじゃないですか。私ねそんなことないと思うんですよね。私フルーツほとんど食べないんですよ。特に甘いフルーツが全然食べられなくって、酸っぱいフルーツは食べられるんですけれども、あの甘いフルーツ食べられないんですね。で私の周りフルーツ食べないっていう女性がすごく多いので、女性だからフルーツ好きってことはないと思うんですよね。はい、パンに戻ります。最後の2個具なくなっちゃいましたね。丸めるだけですね。これかわいそうですね、これに当たった人は。大きさも違いますね。じゃあね天板に並べていきます。まず角から並べていきましょう。でその間に1個ずつ乗せていきます。早送りでいきますね。ありゃりゃ、このままだと生地余っちゃいますね。間違えましたね、 4×5 でしたね。はい、均等に並べてください。35度で30分発酵させていきます。生地同士がくっついてる状態だったら発酵完了です。はい、30分経ちました。一回り大きくなってますね。生地同士がくっついています。卵を塗ります。これ塗っても塗らなくてもどちらでもいいです。塗る場合はムラにならないように均等に塗っていきましょう。ムラがあるとね目立っちゃいますのでね、ムラのないように塗りましょう。そしたらオーブンで焼いていきます。今回はオーブントースターで焼いていきます。アイリスさんのオーブントースターの場合は最高温度で15分ぐらいです。ガスオーブン、電気オーブンの場合は180度で10分から12分焼きましょう。はい、じゃあまたね膨らんでいく様子を見てください。かわいいですよね。パン頑張って膨らんでるんだよって感じしますよね。で膨らんだ後にちょっとずつ色づいていきます。もう可愛くてしょうがないですね。はい、焼き上がりましたので出していきます。どんな感じでしょう。ピカピカに焼き上がりましたね。綺麗です。いかがでしたか。初心者の方は具を入れないで丸め直しだけで作ってあげると簡単に作れると思います。茶色くなったバナナがねたくさん残ってる場合はね、ぜひこのパンを作ってみてください。じゃあ一緒にふかふかチェックをしていきましょう。押しても戻ってきますね。すんごい弾力あります。カットしてみます。チョコとバナナがね微妙に溶けた感じでいい感じですね。ちょっと食べてみますね。バナナのもちもち感すごいですね。バナナとチョコのね相性がぴったりですごい美味しいです。
ミキシングや発酵の見極めは日本一優しい本格パン作りの教科書に詳しく書いてあります。ぜひこちらも合わせて使ってみてください。もっと詳しくパン作りを知りたいわという方向けにオンライン講座を用意しています。これから自家製酵母の他にイーストのパン作りも始めていきますので楽しみにしててくださいね。 YouTube ライブでレッスンも行っていきます。こちらの日程のお知らせはインスタの方で行いますのでぜひフォローしておいてくださいね。ではまた。